さあ、まもなく審判団フィールドに戻りまして後半再開の時を迎えようとしています。前半終わりまして関西学院が13点リードする形になっておりますが、しかしその得点はワンタッチダウン、そして2つのフィールドゴールによるものです。六甲学院の健闘も目立つ試合になっております。現在その六甲学院は守備は奮起、あれも得点の方には結びついておりません。これがこの後半戦ハーフタイムで打開策を見出すことができたとなると状況はまた変わります。準決勝にふさわしい熱戦となっておりますこの第、この本日の2試合目の高校選手権の準決勝1試合目、後半戦果たしてどのようなドラマが待っているでしょうか。まもなく再開となります。後半戦は関西学院のキックオフで再開となります。キックオフを務めますキッカーは先ほどから好調な素晴らしいキックを決めております中が務めます。さあこの中のキックを六甲学院うまく対処できるでしょうか。まもなく後半戦再開です。さあリターンに入った、8番右オープン突破を図りましたが、これを関西学院0番がタックルしまして六甲学院自陣20ヤード付近からの攻撃と変わります。リターンしました六甲学院の8番は大原、タックルしました関西学院0番は讃岐、失礼しました、ラインバックからの讃岐でした。六甲学院自陣21ヤードからファーストアウト10。クォーターバック41番左に流れながらシャベルパスで中央へのランプレーに中央への展開にしました。パスキャッチしました選手、そのまま密集点突破を図りましたが、ゲインは約5ヤードとなっています。パスを投じたクォーターバックは41番の岩田、取りましたタイトエンド99番は田中です。これにより約6ヤードのゲイン、先ほどのプレーはパスプレーとなります。したがってパスで6ヤード獲得しております。六甲学院セカンドダウン4、ファーストダウン。六甲学院ここでランニングバックへのヒッチパスと見せかけ、中へ入ってきたレシーバーにパスを通しまして、六甲学院攻撃権更新です。六甲学院ファーストダウン。見事パスキャッチを決めましたのは六甲学院の8番奥田です。さあ攻撃権更新となりました六甲学院、ボールオンは自陣33ヤードからファーストダウン10。キュービーサーク、クォーターバック41番パスを投じようと右に流れてましたが、プレッシャーを浴びましてキュービーサーク、パスを投じる前に仕留められました。5ヤードロスとなっています。見事キュービーサックしましたのは関西学院95番の桜、失礼笹倉です。六甲学院セカンドダウン15の状況に入ります。
ボールオンは自陣27ヤード。さあ、このパスどうなった。パス不成功。クォーターバック41番プレイアクションから右ロールアウトしてパスを通しましたが、あわやインターセプトとなる素晴らしいディフェンスに遭いましてパス不成功です。さあ、六甲学院サードダウンロングの状況に入ります。先ほど攻撃権更新果たしておりますので、なんとか結びつけたい。ボールオンは自陣27ヤード。六甲学院サーダウン15、失礼、サーダウン16に訂正します。パス不成功。プレッシャー浴びながら41番中央に走り込んできたレシーバーへのパスを投じました。しかしわずかにタイミング合わず、パス不成功になっております。フォースダウンに変わります。しかし果敢にパスを投じました。クォーターバック41番の岩田、素晴らしい返答力を見せました。六甲学院フォースダウン16、パントフォーメーションを選択します。さあ、関西学院リターンに入る。六甲学院カバーしまして、ハーフウェイ付近でボールデッド。この位置でのコース交代となります。関西学院ハーフウェイからの攻撃と変わりました。関西学院自陣49ヤードからファーストダウン10。17番のショートパスから展開しようとしました。しかし17番そこから相手のタックルを振りほどき、そのまま一気に独走、エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。関西学院6点獲得。見事タッチダウンとしました関西学院17番は鹿島。そしてトライ4ポイント、キックで挑みます。キック成功、1点追加。関西学院高等部ファイターズ20点、六甲学院ボブテイルズ0点。関西学院がさらにリードを広げる形となりました。そして得点を挙げました関西学院のキックオフで試合再開となります。このキックオフを外へ出まして反則という形になります。さあ、六甲学院どのような選択を選ぶでしょうか。
先ほどキッキングチームに2つの反則がありました。オフサイド、ボールが動く前、蹴り出す前に選手が前に出るという反則、そして外へ出してしまうバイオレーションです。この2つの反則双方が適用今回はされる形になるようです。外で出した反則によりまして、緑光学院は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。そしてオフサイドの反則によりさらに5ヤードは後ろに下がり、オフェンスはさらに5ヤードの罰則という形になりますので、結果的に六甲学院は自陣40ヤードからの攻撃という形になります。六甲学院結果的にかなり好位置からの攻撃開始となります。失礼しました。ボールオンは35ヤード、35ヤードです。反則は2つのうち1つだけ適用という形になりました。失礼いたしました。六甲学院自陣35ヤードからファーストアウト。パス不成功。さあまずその最初のプレーはパスプレーで展開を図りました。しかしこのパスは通りませんでして、次の攻撃に変わります。六甲学院セカンドラウンテンの状況に変わります。六甲学院自陣35ヤードからセカンドラウンテン。ナイスゲイファースト。クォーターバック41番、左ロールアウトからワイドレシーバー99番にパス、これを見事キャッチしまして六甲学院攻撃権更新。ファースト。見事なパスを投じましたクォーターバックは41番の岩田、取りましたタイトエンド99番は田中。素晴らしいホットラインがここで炸裂しております。さあこれにより六甲学院相手陣に入りました。相手陣45ヤードから六甲学院ファーストアウト。さあここで六甲学院アンバランスフォーメーションを引きました。さらにモーションしまして少ないサイドへのオプションプレーを展開しました。クォーターバック41番、ディフェンスの少ないサイドを攻めまして約2ヤードゲインとしています。さあここで六甲学院は仕掛けに入ったようです。相手陣38ヤードに入りまして六甲学院セカンドダウン8。さあ再びアンバランスだ。左に4枚固めている。さあクォーターバックしかし粘る。タイミングは合いませんでしたが、しかし結果的にはゲインがノーゲインではありますが、しかし潰れない形でプレーを進めました。サードダウンに変わります。ここでウォーターブレイクに入ります。現在試合は関西学院が20点リードしている形になっております。しかし六甲学院状況が相手陣に入った好機を得まして、ここでいろいろと策を講じてまいりました。さあこのウォーターブレイクどのような形で試合の動きを変える形になるでしょうか。マネージャー様、BJ 様、六甲学院の声援メッセージありがとうございます。現在得点差では不利な状況にありますが、しかし奮闘しております。準決勝にふさわしい見事な戦いぶりを見せていると私は感じます。
さあウォーターブレイク解けまして、これより試合再開になります。現在攻撃権は六甲学院、ボールオンは相手陣37ヤード。六甲学院サーダウン7。パス不成功。クォーターバック41番右にスプリントアウトしてパスを投じようとしました。しかし後ろからラッシュ殺到し、パスコントロール定められずパス不成功となっています。六甲学院フォースダウンに変わります。六甲学院フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣42ヤード。ここで関西学院ラッシュかけまして、パントをほとんど距離を返すことができませんでした。関西学院陣35ヤード付近での攻守交代となります。パントはキックによる陣地挽回を図れるプレーですが、そのパントそのものの精度が大きくその試合に成否影響するプレーでもあります。結果的に陣地それほど取り返せない形で、そして関西学院は不利な状況を強いることなく攻撃権を得ます。ボールオンは自陣36ヤードから関西学院ファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを選択しました。ランニングバックにハンドオフしまして中央突破を図りましたが、しかしこれはゲイン約3ヤードにとどまっています。キャリーしましたランニングバック31番は長いチームキャプテンです。関西学院セカンドダウン7、ボールオン自陣40ヤード。9番ですね、スプリントアウトからワイドレシーバー83番にパスを通しまして攻撃権更新です。関西学院ファースター、パスを通じましたクォーターバック9番は長様、取りましたワイドレシーバー83番は西本です。関西学院相手陣に入りまして、相手陣46ヤードからファーストダウン10。ファースター、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこのペナルティがどちらにあったか判定を待ちましょう。オフェンスの反則です。背後からの不正なブロック、相手選手を後ろからヒットしました。ボールを持っているチームは相手選手の背後に当たってはいけません。反則を犯しました地点から10ヤード抜体しての攻撃という形に変わります。この結果攻撃権は更新になっていますが、しかし、更新になっておらず、関西学院ファーストダウン残り7ヤードで試合再開となります。ボールオンは相手陣43ヤード。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。
オフェンスの反則です。フォルススタートを揃ってスタートしませんでした。5ヤードバッタリとなります。先ほどから関西学院スタートカウントをいろいろ変えておりますが、このコールを変えることによってオフェンス自体にもトラブルが若干発生していると思われます。関西学院自陣48ヤードからファーストダウン12、さあそこから上がるか、パスは成功。ここでクォーターバックワイドレシーバー19番にパスを投じまして、19番キャッチアンドランを図りましたが、しかしタックルに遭いまして5ヤードのゲインにとどまっています。パスを通りましたワイドレシーバー19番は早見、ゲインは約4ヤードでした。関西学院セカンダウン8、ボールオンは相手陣44ヤード。クォーターバック9番、ここでパスを投じようとしましたがカバーされているためスクラム、相手ディフェンス殺到するのが右オープンを展開しまして約7ヤードのゲインを果たしています。素晴らしい判断でスクランブルしました。クォーターバック9番は長澤、次のファーストダウンは1ヤードまで止まりました。関西学院サードダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣37ヤード。関西学院ファーストダウン、何枠27番ハンドフを託され左オフタックの突破、攻撃権更新を果たしております。関西学院ファーストダウン、見事期待に応えました。ランニングバック27番は三浦、今津高中学校出身のプレイヤーです。関西学院ファーストダウン10、ボールオンは相手陣28ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック9番一気に右奥を狙いました。ターゲットは19番でしたがパスタイミング合わず、パス不成功に終わっています。関西学院セカンドダウンに変わります。関西学院セカンドダウン10、ボールオン相手陣28ヤード。ナイスラー、ファースター。何枠22番ハンドオフを受けまして左にバーンアウト。オープンレーンを大きく展開しまして攻撃権更新です。関西学院ファースター。ここで第3クォーター終了となります。素晴らしいランプレーを決めました関西学院。22番は酒井でした。第3クォーターを終えまして関西学院高等部ファイターズ20点、六甲学院ボブテイルズ0点、攻守方向入れ替え最終クォーター第4クォーターに移ります。